姉ちゃん。うん。どうしたの？誰のだろう。じいちゃんの部屋にあったんだけど。見たことないね。これ持ってく？としこ。今岡市内でまたも行方不明事件です。今月4日午後2時ごろ、群馬県今岡村で中村彩子ちゃん6歳が下校途中に行方不明となった事件で、警察は誘拐事件として公開捜査に踏み切りました。今岡村近辺では一昨年から行方不明事件が相次いでおり、これが6件目とみられています。当初警察は事件事故の両面から捜査を続けていましたが、1年前世間を賑わせた吉川恵梨香ちゃん誘拐殺人事件と犯行の手口が酷似していることから、同一犯による犯行であるとの見方を強めています。この一連の誘拐事件では未だ犯人逮捕にはたどり着かず、6人目とみられる被害者が出たことに付近の住民の不安が広がっており、群馬県警への非難が集中しています。何してるの？遊んでる暇ないでしょ。分かってるって。もう少しで終わる。これ以上荷物増やさないでよね。狭い家に引っ越すんだから、そんなにたくさん持ってけないわ。じいさんのだな。どうし？欲しいか？おじいちゃんのなんだ。おじいちゃんの？やめてよ、縁起が悪い。一緒に捨てちゃってよ。さっさと終わらせないとね。土地ごと持っていかれるんだから。この家もどうなるか。じゃあ気をつけてな。頑張るんだぞ。行こう。ほら行くわよ。ほら。姉ちゃん大丈夫だよ。うん。ありがとうございました。ご苦労様でした。
ちょっといい？何？どうして？最近物騒だからすぐに連絡が取れるように持ってなさい。ありがとう。もう林じゃない、うちは女二人。他にも参考書とか問題集とか必要なら何でも言うのよ。お母さんができることは何でもする。でも受験するのは私じゃないから頑張るのよ。もしもし、カズ？そう、これお姉ちゃんの携帯、今初めて使ったの。え？メール？どうあんの？難しいな。何やってんだお前。あ、お帰り。写真だけならいくら残してくれてもよかったんだけどな、じいさんも。じいちゃんそんなに借金してたの？まあな。でもじいちゃん決して悪気があったわけじゃないんだけどな。そりゃそうだよ、事故で死んじゃったんだし。それなのにお母さん冷たいよな。で、どうだったアパート？うん、いい物件だったよ。男二人で住むには十分だろう。時間もないしな。いつ頃ここ出る？分からんけど、そんなに先じゃないだろうな。いろいろあるね。あの森のやつあるよね。森？何それ？あるよ森のやつ、木いっぱい写ってるやつ。あれどこ？そんなの知らないよ、送ってないと思うけど。あるよ、なんか見覚えあるんだけど。え、嘘でしょ。今度実物見せて。ごめん切るわ。もし明日でしょ？そんなにのんびりしてて大丈夫？夜食あるからね。
忘れ物ない？うん。車気をつけてね。うん。自転車で行くんでしょ？そう。道大丈夫？うん、早めに出るし。もし頑張ってね。うん。ではもしやばかった。あれ、メグ部活やってる暇あんの？ああ、私専門学校行くことにしてから大丈夫。どういうこと？クリエイター目指すの。映像系の専門学校行ってさ。じゃあ受験は？しないよ。だから部活のことは私に任せなさい。ねえ、一緒に帰ろうよ。うん。あ、そうそう。ん？うん。何？じゃん。ついに？そう。メグの番号教えてよ。オッケー。いい？言うよ。うん。080の。うん。うん。どこ行くの？方向逆か。引っ越しちゃったんだもんね。うち来る。うん。映像系の専門学校ってそんなのに興味あったっけ？うん、ちょっとね。親は面食らってたけど、分かってくんないかな。自由にさせてほしいよね。この間友達から嫌な話聞いちゃった。ん？先輩の話らしいんだけどね、夜車を運転してたら突然森から女の子が出てきて、何か言おうとしてるんだけど何を言ってるか分からない。で、夜だし幽霊みたいで気味悪いから通り過ぎたんだって。しばらく行くとね、今度男の人が出てきて、何か大きく手を振ってるんだって。変だなと思ったんだけど車を止めたの。そしたらその人すっと運転席の方寄ってきて、うちの娘知りませんかって落ち着いた調子で訪ねてきた。なんだそういうことかって教えてあげてちょっとホッとしたの。あの女の子は幽霊なんかじゃなかったって。でもね、その後その子の誘拐事件がニュースになってて、結局その男は誘拐犯だったの。なんか最近ここら辺危ないよね。うん。
てかさ、東新地結構距離ありすぎだね。ごめん大変だよ足パンパンなんだけど。ごめんもう。ねえトシ、いいとこじゃん。嘘、全然だよ。いいな、何もないよこの辺。本当に決まりますよ、もうじき。いくつか当たってるんですから大丈夫です。お邪魔します。あなたが心配したってしょうがないでしょ。ええ、ええ、国公立に現役で合格させて立派に育ててみせます。いい大学に行って田舎の小学校の先生なんかにはなりませんから。そっちこそ家大丈夫なんですか。親子揃って無駄に他人の心配ばっかりして。もうこんなことで電話なんかしてこないでください。そうです、迷惑なんです。ただいま。おかえり。メグ、あ、メグ、今日ごめんね。なんか悪いと思って。大丈夫？うん。気にしなくていいよ、うちの親もあんな感じだし。また今度遊び行くよ。なんか今何でもない。ねえ、うん？写真ってどうやって撮るの？写真？どうやんのかいまいち分かんなくてさ。あんた本当に 18？ 教えてよ。もう、ほら、ここのボタン押すだけだって。ね？あ、そうなんだ。今時そんなことも知らないってよ。ちょっといきなり撮んないでよ。ごめん。あ、いた、かわいい、探した。お願い、英語の訳写させてくんない？また？ごめん、次ね。いいよ、わかった。ありがとう。うん、わかった。ありがとう。バイバイ。ちょっと見せて。あ、ちょっと待って。あ、何？ねえ、ここの場所知ってる？なんだろうね。私なんか知ってるような気がするんだよな。あ、髪がき詳しそうじゃない？先生。うん。先生、ここの場所知ってますか？ここの場所が思い出せなくて。先生。あ、いや、ずいぶんとこの辺の森も減ったからね、高速やら団地やらで。この風景にだけは記憶があるんです。いつとかどことかわからないんですけど。どこかで見たような。ちょっと調べてみようか。お願いします。おーい。あ、メグ。ねえ、今日裏庭にいたでしょ。
なんでもない。なんだよ、仲いいんじゃないの。写真撮ってたんだけど消えてたみたい。そっか。あ、そういえばさ、また別の誘拐事件があったみたいだよ。別の？うん、全然犯行手口が違うって。なんか嫌だね。もしもし、どうしたの？あのさ、この前森の写真がどうとかって言ってたじゃん。うん、その写真あったよ。じいちゃんのカメラ現像した写真の中にあった。そうなんだ。でさ、それも見てもらいたいんだけど、あとちょっと気になってることがあってさ。何？とりあえず写真見てくれるかな。そうだね。邪魔しないでくれる？お姉ちゃんは数と違って忙しいんだから。こんなことのために買ってあげたわけじゃないんだから。勉強。何？見てもらいたいって。あんま気にしない方がいいと思うんだけど。ん？姉ちゃんの後ろのさ、じいちゃんの部屋になんか変な人がいるような気がするんだよね。おかしいなって思ってじいちゃんの部屋見に行ったんだ。そしたらさ、部屋にあったんだこの写真。どうしてだろう、この一枚だけじいちゃんの部屋にあったんだけど。わかんないけど、そこに写ってる女の人、じいちゃんの部屋に写ったやつとなんか似てるなって。これって心霊写真っていうのかな。わかんない。親父とかには言わないでほしいんだけどさ。じいちゃん、この写真撮った後に死んじゃったんだよね。俺が勝手に考えてるんだけど、じいちゃん、もしかしてこの写真撮っちゃったから死んじゃったんじゃないかなって。おじいちゃんの事故のこと？うん。カズ、あんまり考えすぎない方がいいよ。でもさ、このカメラがなんか呪われてるとか、そういうのがあるんじゃないかなって。俺なんか気味悪いから、このカメラと写真処分しちゃっていいかな。姉ちゃん、
また来てよ。うん。俺らもこの家あんまり長くいられないみたいだし。そうなんだ。おかえりなさい。トシ、来てたのか。うん。なんかずいぶん久しぶりな感じだな。少しの間だったのに。うん。なんだ、もう帰るのか。せっかく来たんだ、もう少しいるか。じゃあもう少し。うん。どう、そっち。うん、引っ越しも決まったし、こっちのことは心配するな。また一緒にな。うん。今から帰るとこ。友達と一緒に勉強してた。帰るから、じゃあね。真由美、お母さん相変わらずだな。いつでも来いよ。お前の家だ、まだ。うん。あ、そうだ、少しお小遣い渡しとくよ。いいって。いいって。大丈夫だから。そうか、気をつけて帰れよ。事件のこともあるしな。また別の事件あったんでしょ。別の事件、なんか犯行手口がまた別の事件があったって。いや、知らないな。そっか。姉ちゃん、またね。残念ですが不採用とさせていただきます。失礼します。午後1時34分1件です。ただいま。おかえり。富田真由美さんのお宅でしょうか。今回はですね、残念ですが不採用とさせていただきます。失礼します。午後4時16分2件です。録音がありません。模試の成績が思った以上に悪かったよ。どうしよう、お母さんに見せらんないよ。ちょっと。何これ。なんでそんなことすんの、やめてよ。こっちだ。カズカズカズ、何なのよこれ。おかしいんじゃないの。カズとあなたとは違うんだから。商業高校に行ってる人と進学校のあなたとは違うって言ってるのよ。大事な時期なのにしっかりしてよ。あなたのために言ってるのよ。センター試験でこけたらアウトよ。絶対に国公立、私立なんていけないんだから。聞いてるの。ちょっとだから少し待ってて。まだ話が終わってない。ちょっとだから
お願い。トシちゃん、ちょっとトシちゃん。すぐだから後で話聞くから待っててよ。送ってきた写真、あれ何？さっき送ってきたって。ちょっとふざけないでよ。ふざけてないよ、俺何も送ってないけど。だってカズ、うちの写真、カズの後ろに誰か写っててさ。女、女って何それ。カズちょっと、また電話する。トシちゃん？これ合成なんじゃない？いたずらだよきっと。だって送ってないって言ってるんでしょ。なんか最近多いじゃん、意味わかんないメールとか。気にしすぎだって。次自習だってよ。また自習か。ねえ、神垣先生どうしちゃったの？ねえ、でもこの前偶然会ったな。そうなの？ねえ先生、写真のこと言ってなかった？どうだろうね、わかんない、何も話さなかったし。そう、とにかく弟と会って話すのが早いんじゃない？何やってんの？いや、別に。メール見る。うん。本当だ。何なんだろう。俺本当に送ってないんだよ。大丈夫？なんかちょっと頭が痛いんだよね。頭？姉ちゃんまた嫌がるかもしれないけど、
何？俺あのカメラ使ってたじゃん。それってヤバいことだったりしたのかな。考えすぎだよ。なんてね。俺姉ちゃんと違って暇だからさ、そういうの考えるのも意外に楽しかったりするんだよね。姉ちゃん勉強はどう？うまくいってる？それがさ、お母さんこの前大変だったんだよ。もしもし、今から帰るとこ。友達と勉強するって言ってたじゃん。分かったって。もう大丈夫だから。前の模試は悪かったけど、あ、もう帰るからね。どうしたの？辛いかもしれませんが、おそらくは自殺ということになるかと。あなた、なんで何も気づかなかったのよ。お嬢ちゃん、ちょっといいかな。どうしたの？なんかいいかな？あそこから落ちたんですけどね。あなた外にいたんですよね？そう。誰か上
ここにいませんでした。弟さんとは二人っきりだった。いませんでした。そう、いやね、落っこちるだけじゃあんな傷が頭にできるかなって思ってですね。傷？何かこう硬いものが頭に強くぶつけられてるような傷がですねあるんですよ。落ちただけじゃないんですか？いや、わからないんですけどね。でも落っこちるだけだったらそういう傷にはなりにくいかなって。ちょっといい？大事な話。こっち来て。座って。葬式なんだけど、葬儀場の空きが今度の土曜しかないっていうの。土曜って、じゃあ私県行かない。今までの苦労を無駄にするの？無理だって。私いたんだよ。カズが死ぬとこ見たんだよ。誰も解けない。無理だよ。大丈夫だって。歳なら大丈夫よ。何が？私がどうして大丈夫なの？お母さん、私の何を知ってるの？私とカズは何も変わんないよ。お母さん、カズのこと考えたことあんの？私のことばっか考えて、どうしてカズのこと考えてあげられなかったのよ。お母さん。すまん。あゆみ、どうしてなんだろうな。なんでこんな風になっちゃったんだろうな。カズ、カズ、トシ、ごめんな。俺はどうすることもできないよ。お前の自由だ。
始めてください。一昨年から群馬県今岡村周辺で続いていた連続誘拐殺人事件で、本日午前11時ごろ犯人が逮捕されました。容疑者は今岡村の隣、鳴島郡広里村に住む宮川浩二容疑者32歳で、定職についてはおらず精神科への通院歴がありました。宮川容疑者は下校途中の女子児童に声をかけていたところを巡回していた警察官に目撃され、身柄を拘束されました。連続誘拐事件への関与は認めたものの、殺人については一貫して否認しています。その後の取り調べでは曖昧な供述を繰り返しているということです。警察は本日正午より宮川容疑者の自宅に家宅捜索に入っており、捜索直後の発表では容疑者の自宅から児童ポルノを扱ったアニメ雑誌やビデオを押収しており、同時に被害者とみられていた石黒麻里ちゃんの遺体の写真や持ち物が発見され、宮川容疑者が殺害を犯した可能性は疑い余地がないほど高いとの見方を示しています。また昨年12月、今岡村の森林で園田香菜ちゃんの遺体の一部が発見された事件について、そのような夢を見たこともあるなどと不可解な供述を続けており、通院歴があることなどを含めて群馬県警は起訴できるかどうかの判断を迫られそうです。今岡村にある今岡小学校では集団下校はしばらく。ただいま。としちゃん、予備校お父さんもお金出してくれるって。家のお金少し余裕あるみたい。あの人も私ももうあなたしかいないから。カズのお墓参り一緒に行こうか。お葬式出られなかったもんね。これカズのお父さんから、あの人は思い出すからいいって。
父さんがくれたの。そうだけど、どうかしたの？お母さん、お父さんの携帯番号知ってる？お父さん、送ってきてくれたカメラとかってカズが持ってたの？ああ、そうだよ。カズ、捨てたんじゃなかったの？わからんけど、あいつの部屋にあったんだよ。捨てなかったんだ。そうなんだろうな。どうかしたか？お父さん、あのカメラで写真撮ったりしてない？少しいじったりはしたけど、多分撮ってないと思うよ。そう。どうかしたか？いや、なんでもない。お父さん、今新しい小学校？ああ、そうなんだよ。ずいぶん遅くまでやってるね。仕事してた方が楽なんだよ。あいつが自殺するなんておかしいよ。私もそう思うしたんですか？ちょっとね、受験も終わっちゃったしさ。先輩大丈夫ですよ。じゃあちょっと練習していきますか？そうだね。そういえばメグは？え？メグ練習来てるんでしょ？え、全然来てないですよ。本当に？ここ最近は全然。そう。ついてないんだ。ああ、うん。ちょっとうちのホテルも揉めててさ。例の専門学校の件。うん。うちの親は全然私のこと分かってくれなかった。そっか。ん？あれ髪の毛じゃない？ごめん、用あんの。うん、いいよ。どうしたの？なんでもない、ごめんね。先生、森のこと何か分かったんですか？どうしたんですか？聞いたよ、弟死んだんだろ。図書館で調べてはっきりしたよ。なんで気になったのか。あの森、誘拐事件の現場だったよ。ちょうど誘拐事件が話題になり始めた頃だよ。知り合いがな、通りかかった森の前で女の子を見殺しにしたって言うんだ。
突然飛び出してきた女の子の行方を保護者に教えただけなのに、まさかあんなことになるなんてってひどく落ち込んでな。それで覚えてたんだ。でもね、その後その子の誘拐事件がニュースになってて、結局その男は誘拐犯だったの。それって犯人捕まった誘拐事件のこと？違うんだよ、それ男だろ。その人が言うには、見た女の子に顔立ちが似た女だったって。おそらく女の子は実の母親に殺されたんだよ。誘拐事件に紛れてひっそりと殺されたんだ。別の誘拐事件があったなんて。じゃあ別の誘拐事件があったみたいだよ。別の？うん、全然犯行手口が違うって。この辺で小学校知りませんか？事件に紛れてひっそりと殺されたんだ。え、全然来てないですよ。トシ。嘘。実の母親に殺されたんだよ。うち
私の親は全然私のこと分かってくれなかった。先日犯人が逮捕されたばかりの連続女児誘拐殺人事件が起きた群馬県今岡村郊外の山中から昨日高橋めぐみさんの遺体が見つかりました。遺体は死後数ヶ月経っており、行方不明になった直後何者かによって殺害されたものとみられています。宮川容疑者は今回の事件について強く否認しており、今までの連続誘拐事件と被害者の年齢や犯行の手口が違うことなどから宮川容疑者の関与は薄く、連続誘拐事件に似せた新たな殺人事件として捜査を続けています。また同時にめぐみさんの母親で現在行方不明となっているえりこさんについても事件に関連があるものとしてその足取りを追っています。そんな中、また今岡村で新たな行方不明者が出ています。消息を絶ったのは今岡村上高地に住む富田敏子さん18歳で、先日敏子さんが通う高校の教師と話したのを最後に行方が分からなくなっています。その後、
Love.